こんにちは。テンバーアカデミー堀秀夫です。今日はね、アマゾンへの質問方法。これは、えー、質問する前、ね、こういうことがあったけど、えー、こういう質問していいか。あるいは、アマゾンから連絡した、が来たけど、どういう返事をしたらいいか。まあ、その情報をね、えー、情報をっていうか、質問来た時に、え、相談してくださいと言ってるんですけど、なぜ自分で直接サポーターに聞いたりね、 え、あるいは公開されている情報を参考に、え、返事するのがいけないか、ま、その典型的な例というか、ね、良い、え、参考になるような事例があったんで、シェアさせてもらいます。まあね、直接、アマゾンの話はないんですけど、まあ、飛行機会社、ね、え、しかも日系のアナ、ね、ゼニックです。で、え、先日、まあ、妻と娘がね、日本へ帰国するのに、 私がシドニー空港に見送りに行きました。その時の出来事なんですけど、amazon のね、プレミアムエコノミーで帰国しましたが、まあ、エコノミーがすごい大行列で,で、ビジネスクラスでのカウンターでチェックインできると思うんだけど、まあ、いいのかなと、ねで。すごい行列をこう、かき分けないとね、ビジネスのとこ入っていけなかったんで、入ってってもしエコノミーって言われてもどんどん大変だなと思って、並んでる係員の人に聞きました。 で、ね、係員の人が、まあ、確かね、えー、使えたと思うよってことで、えー、この行列の整理は空港の係員か、あるいはそのチェックインしてたね、えー、確か B カウンターか C カウンター、どっちかのね、カウンターの担当だったんで、まあ、アナのカウンターの人に聞いてくれました。でそ私はね、えー、見送りだったんで、荷物持ってないんで、一緒にその係員のね、 女性の方についてったんですけど、一番近いエコノミークラスのカウンターでね、聞いたら、えー、ビジネスのカウンターはね、スターライアンスのゴールドとビジネスのチケットの、えー、所有者しかチェックインできませんというふうにね、えー、きっぱり返事をしてくれたんで、あれそうだったかなと思いつつね、まあしょうがないか。まあ時間も余裕あるし、並ぼうかなと思って並びました。で、確かにね、 ま、一番目立つというか、こういうふうに、チェックインカウンターにはね、ビジネスクラス、スター・アライアンス・ゴールドと書いてあります。ところが、ね、え、行列ずっと並んでったら、ま、これはね、全部終わった後、帰りに空いてる時に撮ったんでこういうふうに見えるんですけど、エコノミークラスの行列でね、この下の部分は全然見えなかったんですけど、近く行ったらね、なんだ、書いてあんじゃん、プレミアムエコノミーって、ってことで、 このガラガラだったね、えー、ビジネスクラスの、えー、カウンター進んでって、えー、まあ当然無事、えー、プレミアムエコノミーなんでビジネスクラスのカウンターでチェックインできたと。ね。これ近く行くまで見えなかった。まあ、ところはね、えー、この、まあ列を案内してくれる人も知らなかった。まあ、知らなかったけど確か使えたかなってんで確認に行ってくれたら、まあ、そのプレミアムエコノミーの、えー、エコノミークラスのカウンターの人は、 プレミアムエコノミーはね、えー、ビジネスカウンター使えませんという返事だったんですね。でその返事をくれた人は、この看板から5メートルで、ビジネスクラスのカウンターから7メートルしか離れてないんですね。ところがもう使えないと。まあ、生きてたと。で、まあ、全員にアンケートを取ったわけじゃないですけど、おそらくプレミアムエコノミーのチケットでビジネスにチェックインできると知ってたのは、えー、ビジネスカウンターの係員の人だけと。 ね、いうことなんですね。で、まあ、海外だとよくあるんですけど、まあ、決まり事が伝達されないで、まあ、自分の業務以外には特に無関心と。ね。で、質問されればね、わかんないから調べるってことはせず、適当に答えます。要は自分の専門じゃないんでね、答えに責任がないと。適当に答えると。これはね、アメリカとオーストラリアではよくあることです。ま、これ空港だからってことじゃなくてね、銀行でも役所でもどこでも あります。まあ、当然、アマゾンはもっとひどいと思った方がいいでしょうね。今回の件、え a、ー、アナのプレミアムエコノミーでビジネスクラスのチェックインカウンターを使えるか、正しいことを知ってるのはビジネスクラスのチェックインカウンターの係員と。で、これね、えー、当然、エコノミーとかね、あるいは手荷物ドロップのとことかありまして、確か7カウンターあって、1カウンターに2人ずつなんでね、えー、14人中4人だけ え、正しいことを知ってる。あと、それからね、え、ビジネスクラス、あるいは、え、プレミアムエコノミーで、え、チェックインした人は、まあ、え、チェックインできると知ってるだろうと。ただね、私のように、え、プレミアムエコノミーでもね、チェックインできないと思ってエコノミーに並んで、そのまま、エコノミーでチェックインした人もいるでしょうから、もっと率は悪いんですけど、240人,40人中42名。これはね、座席は240席あるんですけど、 えボーイング787なんでね。だけどプレミアムエコノミーと、えー、ビジネスは42席しかない。ね。ということです。で、間違えた回答をするのは、えー、エコノミークラスのチェックインカウンターの係員ね。14人中10人。もしかしたらね、えー、ビジネスクラスの隣のカウンターの人ぐらいは知ってるかもしれません。ただ、まあ、えー、およそ、まあ、こんな感じですね。で、エコノミーでチェックインする人は、 まあ、わかんないからね。えー、まあ、エコノミーじゃねえの、プレミアムエコノミーだからという感じでしょうね。えー、240人中198人。これはさっき言ったようにね、えー、ビジネスの人はエコノミーでチェックインしないでしょうけど、プレミアムエコノミーでわからず、ねえー、チェックインする人もいるでしょうから、まあ、その人は、これに足すともっと200人以上の人がね、間違えたことを、まあ、要は間違えたこと、プレミアムエコノミーのチケットでは、 ビジネスクラスのカウントは使えないという間違えたことを考えてる間違えたことを正しいと思っている可能性が高いです。つまり、まあ間違えた情報を正しいと思っている人のが多いとね。これはあのサポーターにも言えますし、例えば複数アカウントの運用する時もですね、ほとんどの情報っていうのは複数アカウントを作ったけど削除されちゃったって人が情報を発信してますね。 まあだから、ここを気をつけた方がいいんじゃないでしょうかとかね。あるいはね、えー、うまくいってても、まあ、たまたまその一人の事例であると。で、まあ、実際には、えー、情報を公開してなくて、複数アカウントを実際に運用していると。いくつも運用していると、ね。何人もにサポートしているという人の情報しか、えー、役に立たないということが言えます。 だからね、結局何十人にもね、サポートしてる、私の場合は、アマゾンこういう風に方針変わってきたなと。あるいはこうやったらこうなっちゃったと。まあ、こうやったらうまくいったと。こうやったらまずくなったということが分かってるんでですね。えー、まあ、アマゾンに直接聞いたり、アマゾンに直接聞いても何しろね、アマゾンの人はアマゾンのことを正しく理解してるわけじゃないと。ね、えー。今回のこのチェックインカウンターのようなことは、よくある。 日本とはちょっと、えー、勝手が違うというのがありますんで、えー、直接サポートに聞いたから大丈夫だろうと。あるいはね、えー、情報公開してるのを見てチェックしたから、えー、正しいんだろうということで、判断せずに、えー、質問してください。えー、何しろね、えー、もったいないです、えー。間違えたやり取りでアカウントの状態悪くなっちゃったり、サスペンドされちゃったりするのは非常にもったいないんで、えー、正しい 情報をもとにやり取りしていただきたいんでですね、何か連絡が来て返事する、あるいはね、こうなってるんで質問したいという場合はご確認ください。今回は空港でね、こういう出来事があって、なるほど、これ実際ね、銀行でもありますし、電車でもバスでもどこでもこれあります。しかもね、すごくよくあるんでね、たまたま今回はえこの写真も撮ったし、 え、公開しても問題ない情報なんで、え、シェアさせていただきました。海外では、え、その会社の人、サポートする人が適当なことを答える、間違えたことを、言れるというのは、え、よくありますし、その場合でも当然、え、間違えたことを鵜のみにして不利益を持っても何の責任も取ってくれないです。え、間違えた情報にたどり着かないように、ね、え、正しい情報をもとに行動するには、え、 ただし、望むべき結果を出している、望むべきやりとりを知っている人に相談しないといけないというのをね、もしかしたらこれだったら分かりやすいかなと思って、シェアさせていただきました。以上、天馬アカデミー、堀秀夫でした。